になってるから、うん、すげえアナログチックな音だ。30年前の思い、伊沢じゃなくて子供にね、どうだね、この間失敗、あだいぶもう柔らかい、もっと見たい、そこそこ、うん、綺麗になってるところ、また後でいいよ、うん、もうちょっと煮て味付けて、もうこれで圧力じゃなくて、これ小豆、これ何を作るの、あんこ、あんこ作って、あんこ中入れて大福餅作る、でみっくん手伝ってもらうと思ったら、いかん、私東京行きって言った、東京へ何しに行った、ちょっと遊びに行ったっちゅう、やらっこなった、よしよし、これ何分見たの、ね、最初ね、あの沸騰してから7分だな、寝て火止めて、ほんで圧力が、あの蓋開くようになったら水ちょっと足してまた7分煮て、今これ、うん、でまたこれでもうちょっと煮る、もうほとんど煮んでもいいけど砂糖入れて煮ねえかも、うん、え今水捨てた、少し俺、あんこにするにはあんまり水がぐちゃぐちゃあっちゃいかん。で砂糖はどれぐらい？全部入れんとかんだ、これがなあ、余計もあるから、たくさんあるから。砂糖って何これ？砂糖。ザラメ？うん、ザラメ。私ザラメばっか。今食っているだな。こんだけ？まだ煮てみて、味を見て。かけたら味を、これ圧力かけずに、かけんかけん、蓋が取れんじゃん、でどれぐらい煮るの、溶けるまで、どれぐらいかかる、知らんの、でこれを保存して28日に餅をついて、あんこ、まあ、大福も、大福を餅を作るの、じゃあ28日までこのままです、どれどれ、おお。味見て、私なんか最近ね口が悪い口が悪いって味がない、わからんの、あんまりよくわからん、甘みでもさ、どうやって暑いからどうやって食べる、餅がつくでさ、サージでし、餅がつくでうんと甘いぐらいがいいんだわ、餅、あの味のない餅がちょっと甘いなと思うぐらいで、ちょっと甘い、もっと甘くていい、うん、もうちょっと甘くていい、じゃあもっと温かいうちに入れるわ、だいぶあれから入れたんだよ、あんなにあったやつが、な、本当だ、だいぶ入れたじゃん、ほらもうなくなったもん、まあそれぐらい入れていいんじゃない、まだあるでいいしね、がなくなったで混ぜとらんと焦げついちゃう、また、だけどさ、ほら全然こ、うん、ほら全然、じゃあ、まあ、取ってから後で見るわ、うん、今メールがありました、なので行ってみたいと思います、何があるの、何があるの、これ見て、こんなの見たことないだろ、これ、うん、これお正月にね玄関に飾るんだって、どれ、その折り紙みたいなやつ、弟が作ったって、田舎だとおしまいって、お新米、うん、どうやって飾るの、え、あの、どうやって飾るの、のれんみたいに飾るの、え、のれんみたいに飾るの、あの、弟が言うにはセロテープで玄関に貼り付けるんだと、扉に、うん、扉に、うん、田舎はね、縄をなって、その間にこうやってみんな
これ何をかたどって何だかこのおしまい意味は分かって、なんかそのこうなったのはちょっと神社に合うから、うん、これこっちのやつはこう手がなってて紫はその上のやつは手がこうなってて、そういう形になってる。ああ豆餅が来たじゃん、うん、ちゃんと見えるよね。大好きな豆餅、うん、ちゃんとこうやって見て、これ名物なんですね。名物なんですね。山梨のどこだったっけな、さつまいもと、あ、このか、かきうましそうじゃん。これはもらおう。みんな持ってて、それからそのお菓子もみんな持ってて、袋入れてあげるわ。これは山梨からのお歳暮？贈り物だよ、お歳暮なんかね。だそうです。これが美味しいんです。これがちょっと甘くて美味しいです。一つでいい？一つでいい。あ、二つで。画鋲はでもできるけど、うちは金だもんでセロテープで貼り付ける。おはようございます。12月28日朝6時半です。今日は、毎年恒例になっているお正月のお餅つきを始めるということなので行ってみたいと思います。どうだね、これか。昨日から冷やしてある、うん、もち米何合、何合一緒じゃないの、何キロっていうやつだね。うん、で自家製あんこ、うん、水を切るにかんで早よ呼んだんだわ。ここに餅つき機、もう何年目？20年、おばあさんが死んで30年ぐらいになるね。30年の餅つき機です。ここに水を入れて、うん、この旧型、これどこのやつ？ナショナル、本当知らない。ナショナルの餅つき機です。いまだに動くのがすごいです。きっちり入りました、全部。はい、これで40分ぐらいで、ここでやるの初めて。あ、違うか、去年もやったから。去年もやったね。はい、これでしばらくお待ちください。ブーッと、こういう音がするだ。すげえアナログチックな音だ。今度チックにするよ。上開けちゃいかんの？開けたっていい。これから蒸すが終わったので、これから餅をついていきます。なんかモリモリ上がってきたぞ。30年前の餅つき機、いまだに現役。赤飯で美味しいんだ。何やん？赤飯にしてたらこれ食べて。つまみ食いすんの？赤飯なんて。これどれぐらいで？もみ取って、あ、もうこれぐらいでいいなと思う。これみ取って、これをこうやって、すごいこれで。
って音なの？キーって音なの？これ掴んでもなんで餅になってくる？これ餅ごめん。ただくる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 なってるだけで。来年できるかもね、こんな音。あ、ブラッターシャーなんとかなるんじゃないの？来年はやれるかどうかわからん、私。まだブツブツあるね。こっちにはすでにスタンバイしてあります。ここに、ここと、こっちにもスタンバイしてあります。こっちはあんこ、うん、こっちはそれをお供え、備え持ち。いいね、まだか。もうもち米のつぶつぶがだいぶなくなってきました。もうそろそろ。もうそろそろいいよ。うん、暑いんだ。ムース。なかなか取れんだ。お前やってみる。タイミングはなんかこう。こっちこう。締まる、緩む。うん。こっちこうやってやるとなかなかもうザッと巻いたらいい、ね、あ、取れた。で、ここへ本当は取るやつがあったんだけどね、プラスチックだもんで折れちゃう。できた、どう、できたて、できたての餅。そんなことやっとらんと、あの、あれでこのひしゃチチチチシャーブしよう。粘りついてるよ。何がない？シャクシみたいな、これスーッと取るやつがね、折れちゃったの、こういうやつ。経年劣化で。うん。もうやプラスチック30年経っちゃう、折れるだろ。折れちゃう。なんか何これ？これはあの、これプラスチック。あ、混ぜるやつか。混ぜるやつ。これがくるくる回って、さっきみたいに混ぜれるようになってる。そうそうそう。OK。さあ。あるよ。自家製あんこ。自家製あんこじゃない。あれを作るじゃん、鏡餅。鏡餅。欲しい？うん。買わんでも、買ってないなら。ただいま鏡餅作りです。風が吹っ飛んでっちゃう。味がない。よし、これでお供えはよし。あと、はい、これで鏡餅完成。1,2,3,4,5,6,7,8 あ、ちゃんとあるね、うん、で、今度はこうやって広げて、うん、餃子餃子だ、餃子の皮みたいだね。砂糖の甘いともっとうまいんだけど、砂糖甘くないあまり。うまいもんだね。夢大好きだと思うよ。っていうかあんたが大好きだね、やること。私が好き。餅はいらんけど、あのこの何？あんこね。あんこ今から余ったらね。何個作るの？あんこだけに。あんこだけで。もう食べれるのこれ？え？食べれるの？今食べれるよこれ。一個食べてね。うん。
多分あんまりアリがないね、あんこが甘くないね。新聞より大きい、うん、あんこもうちょっと甘くてもよかったね。自分でいいって言ったもんで。うまい、うまい、うまい、まんじゅうさんが作るやつは甘すぎるって私は嫌だけど。完成した？うん、あんこもみんな使っちゃった。またあれはさ、うん、完成です。あんこの餅25個とお供え餅4組と、あとこの焼いて食べる餅、以上です。これでお正月が迎えられます。2023年お正月が迎えられます。かっこいい頭だね。あの飽きてね、カーソリに。所さん、あんた頭どうしたの？失敗した。違う、ツーブロックってやつだってって言ってきた。私もそうやってやりたかったけど、今言っとる美容院の先生がよくわかりませんって言うんだと、うん、そのやり方が、うんうん。